ではこれから、ディープハーフガードに、木村ロックを合わされた場合のカウンターを紹介していきます。ディープハーフガードの入るタイミングはいろいろあると思うんですけど、ニースエンドパスに対して入る場合は相手の形、足の形はこう右足で僕の右足を押さえているんですけれど、僕が背後に回るとする動きなどに対してこう膝を腹に当ててくる人ですね。これで背後に回らせないようにしてきたら、僕が見て左側に置き上がれなくなるので、その代わり今度はマットから膝が離れるので懐に潜り込んでいきます。左手に動く動きから次は右に動く動きで帯とパンツを掴んで相手の懐にぐっと回り込んでいきます。で、ここでそもそも木村ロックを食らいにくくするには、あまり背中をマットにつきすぎないことです。背中マットにつくと手が自動的に相手の体に近くなります。なので、ここからしっかり半身になってカメラの方にこの場合だったら振り返って、左肩とか左肘がマットにつくようにすると、自動的に今度は相手の腕から手が離れるので、木村ロックとか脇を刺されるカウンター、可能性はちょっと低くなってきます。で、ここで相手がこう左手で、失礼しました、右手で僕の右、左手掴んで、さらに木村の、そうですね、ちょっと肩とかつきながらこんな感じで巻きつけてきた方がいいです。ちょっとこの前かがみになって肩とかでバランスするような感じで腕をこうしっかり巻きつけてきた方がいいですね。いいですか、はい、この形が来たらまずはすぐに、腕をひねられてタップしたり、してしまうのは良くないので、左手は何かしら使います。自分の、前襟であったり帯であったり、まあ、上半身、まあ、体の腰の近いところですね。食えますかね。そうそうそう、はい、まずはすぐに決められないようにクラッチを何かしら、まあ、グリップですね、作っておいてください。これができたら僕は相手の足絡んでいても一緒に離して右足を相手の足にフックします。ここで両足で絡んでいたところから左足は残しつつ相手の体を後ろ側に来ている、今日の場合だったら右足は相手の足の後ろに来ます。これができたらバタフライスイープみたいに相手の足を持ち上げます。で、右手も相手のパンツを掴んで、足の動きに合わせて相手の腰を天井に持ち上げていきます。で、そうすると、今相手は左肩がマットに近い状態なんですけど、左肩からマットにぐるっと倒れてくれます。そしたらすかさず僕の右手は相手の脇の下へ伸びて、相手が木村の形をキープしていてもじわじわと密着して抑え込みにつなります。ちょっと向きを変えてこれで入っちゃうと、そうだな、ちょっとこっち向きで水ライトパス来てディープハーフ、ここで木村の肩で作られて、そうですね、大体こう前かがみになってます。これで体を起こしていたりした、右手で僕の手首キャッチしても、この状態で木村を取るのって、まあ、僕があのこのぐらい分かりやすく、なんでしょう、大げさに腕を体から離さない限りは、なかなか、うまく相手としてはクラッチ組めなくて、マットに僕の腕が近い場合は、相手もそれなりにマットにこう近づくような形で、木村の形にしてくると思います。で、左腕をこのように深く巻きつけるので、相手の左肩が、どちらかといえばマットに近くなります。右肩がこの状態でマットに近くなるということはあまりないと思います。そして相手がこれでクラッチ組んできたら何かしら掴んでください。まずは帯とか、上着とかですね。ただまあ掴んでても、まあ、時間稼ぎにしかならなくて、その根本的なエスケープにはつながらないので、次は足が絡んでいたところから右足が相手の足の下に来ます。右手は相手のパンツに、もしくは腰回り、胴着とかを使います。で、どちらかといえば、このバタフライスイープかけている、バタフライフックかけている相手の右足の、そばの腰回りですね。この反対側の左側の、腰回りじゃなくて、どちらかといえば、こっち側です。バタフライフックに合わせて、相手の足持ち上げたいので。で、適当に持ち上げるのではなくて、相手のこの深く腕を巻きつけている左、腕、左半身がマットに初めにつくように意識してスイープしていきます。これが相手の右半身の方とか頭からマットに倒すというよりかは、
相手が左肩からマットに転がるように意識して相手の足を右手と右足で返します。でここで止まっているともしくはカメラの方に起き上がると相手すぐにこのスペースに左膝とかを入れてバックテイクとかにつなげてくるので、返した後はすぐさま右手を相手の脇の下に伸ばしながら追いかぶさってください。ここで木村キープして相手に背中見せるように起き上がるとバックテイク、もしくはこれ腕十字もあるので倒したらすぐに相手に背中を向けずに相手と自分の目が合わさるように起き上がっていきます。この角度でやってみようかな。ここでディープアップのエントリーして木村来て、まずは何か掴んで右手、右足はこっちですね、手前側じゃなくて遠く、で右手もまあパンと掴んで引き上げてもいいですし、場合によってはこの脇がちょっとパツパツで掴む余裕がない時とかは、直接下からベンチプレスみたいに押し上げる動きをしてもいいと思います。で返す方向は必ず、相手のこの場合だったら左肩とか左半身がマットに最初につくように転がげて持ち上げて持ち上げて返せそのまま胸と胸を合わせてひっくり返していきます。最後、背中向きで見にくかったかもしれないので最後、一番見やすそうな角度でやってみます。さあこれで膝、これは本当に膝がマットについてしまうとディープハンドカード自体入るのが難しいので、その場合は入るに回っていくんですけど、それに対して膝を離れて止められたら帯掴んでまた中に手伸ばして入っていきます。で木村が来たらまず何かしら掴む、すぐにひねられないように足からんといて、そこで左足は傘をかぶせたまま右足を相手の足の下に、右手はその足のそばグリップしたりして足を持ち上げながら相手の左半身からひっくり返し、すぐに脇の下へ手を伸ばして押さえ込んでください。以上で、木村ロックのカウンター紹介を終わります。ありがとうございました。